久保さん、黒沢いいっすよね。黒沢もね、福本作品の中で僕好きで、まあ、ああの、漫画喫茶でもうブワー制覇して読みましたけど、なんかね、あの、福本作品って結構ね、物事をいろいろな視点で客観的に捉えて、それを表現してるんですよね。だからそのね、トネ川とかもそうですけど、悪役なんだけど、客観的に正義を言っているっていう、<laughs> なんか面白いですよね。うん だからまあ、ほとんどのことに意味はないし、だからその、結局誰から見た意味なのかっていう話なんですよ。要は、その人その人によって意味っては違うし、その人その人に考え方とか趣味思考だったりとか全部違うので、なんだろうな。う もちろん人は影響されたりとか、まあ、影響されて知ることによってそれが自分の趣味になったりとかする。例えば車が好きですっていうのも、世の中に車がなければ車が好きにならないんですよ。車があるっていうことを知らなかったりとか、くる、あの、テレビ番組でキットを見なかったらキットが好きにならないんですよね。だけど、まあ、うん、テレビ番組を見ました。だけど、キットが好きってなった人もいれば、まあ、 うーん車が喋るんだねって終わった人もいるだろうし影響は受けるし知ることもできるんだけどそこからその先っていうのは自分がどう思うかなんですよねだから GTR34 に関しても当時僕は欲しいなと思ってたでも,もみんな GTR34 っていうのは知ってるだろうしまあ車は好きじゃない人は知らないかもしれないですけどまあ僕しか雑誌を見てないってことは発行部数一冊じゃないですからね <laughs> GTR マガジンって結構もう何十年も続いてる、まあ、雑誌なんで まあ多分まあ、まあまあな人は見てると思うんですけど。でも見て終わりの人と、まあ絶対手に入れる人とやっぱ違いがあったりとかするわけじゃないですか。うん。なこれもそのお金があるから買えませんっていうなんかそういう人も言うんですけど、お金がなくてもフェラーリね。年収300円、年収200万円でフェラーリを持つ男みたいなね。こうテレビでやってたんですけど、全部切り詰めて、本当に好きだから買うっていうね。だからそのお金がなくても本当に欲しい人は買ってるし。 年収200万でもフェラーリ買ってるし、全部節約してね。ガソリンもフェラーリ乗ってるんだけど、満タン入れたことないっていうね。<laughs> フェラーリ乗ってるけど満タンに入れないっていうね。なかなかですよね。でもそれはその人のあれですよね。フェラーリが本当に好きだと。うん。うん、まあ、人それぞれですよ。うん。フェラーリ乗って意味あんのと。その年収200万でフェラーリを乗ってる人にとってはすげえ意味があると思いますよ。いってらっしゃい。